どうもこんにちは、家事編集部の中村です。家事編集部の森口です。何でしたっけ、1月号はい、はい、1月号こちら、1月号、はい、こちらでございます、はい、海で働くリクルート特集ですね。はい、はい、岡崎造船の、はい、いい写真ですね。ヤード前ですね、はい、海で働くグッサンは、なんで家事者で働こうと思ったんですか。2016年のアメリカズカップワールドシリーズ福岡大会が日本で唯一やった AC、 そうですね、 AC 観戦ガイドを作っていて、作ってました。当時私は福岡で働いていたので、それを買って見てたら求人情報が載ってたんで、どうせ受からやろうと思って履歴書と自己 PR を送ったら受かっちゃった。受かっちゃった。なるほど。という特集がこちらで、全然繋がらないんだ。特集がこちらでございます。海で働くマリン業界に身を置く決意、このタイプはどうですか。いいんじゃないでしょうか。海で働く人生ってつけたかったんだけど、人生ってつくと微妙かなと思って一生涯海で働かなければならないということもなく、転職するのも当たり前だし、今時ですね。なんか一つの選択肢として海で働くっていうことを、なるほど、分かってもらえればいい。そういう選択肢もあるよっていうことですね。関東はあれですね、4社長、はい、マリン業界の、4人の社長に出ていただきまして、造船から岡崎秀典さん、ディーラーからは藤本 新社長ですね。でセールメーカーからは、ノーセールの香取さんで、弊社の広さんも、上村広社長も出ております。なかなか面白かったですけど、やっぱ社長ってなんと個性的ですよね。社長になるような人っていうのは、そうですね、バイタリティがあるというか、発言も面白くてですね、すごい勉強になりました。各社、今回で16職種紹介しております。でまだまだ、リンクがありますけどね、16やってます、例えば造船からは岡崎造船、他にもいっぱいありますけどね、岡崎造船さんを紹介して、で大体まあ社長さんと、社長さんっていうか、メインになる方、ベテランの方と新人の方にヒアリングするというような感じです。岡崎造船は新人が入ったようです。20代ですよね。28歳、山田さん。もうこの人もだからその本当は世界一周したいんですって、そのための就職らしいんで、もしかしたら途中で世界一周はするかもしれない。世界一周して帰ってきたらまた入るかもしれない。セールメーカーは、香取さんですからね、ノースセール、ノースセールジャパンお邪魔しました。なんか若い人が多くない？20代2人いるんですよ、ね、木のりさんはモスクラス会長です。会長ですね。後藤さんから引き継いだんでしょ、はい。じゃあ、ディーラーもたくさんありますが、今回はファーストナリーを紹介しましたが、はい、7月に創業者の関口哲夫さんから藤本慎さんに社長がバトンタッチ、びっくりしました。関口さんもちろん残ってらっしゃるんでしょ。会長で、会長で、すごい新人も入りましたと。福岡さんね、福岡さんに入社して2年半、爽やか、はい、で、あとはザザザといってアンケートですね。はい、最後にアンケート100人深野くんがやりました。100人超えました、すごい。社会人が1割ぐらい、あとは現役学生、大学院も含めてと、ほとんど7割以上がマリン業界に興味あると言うんですが、働いてみたいかというと3つに分かれました。働いてみたくない、働きたいか、つかないんじゃないですかね。分からない。大体みんな学連与党部の子たちでしょう、きっと回答してくれた。社会人も学連、ほとんどそうです。じゃあ、はい、そうなるとね、過酷なレース第一主義のヨット部、なるほど、しか経験してないとなると、ね、ヨットで仕事なんてっていう感じではあると思います。だから分かりますよね、この特集を読んで、いろいろレースだけじゃないと、こんなに幅広い仕事がヨット関連であるって知ってもらえたら、はい、はい。そして小次郎さん、はい、小次郎さんに会いにフランスまで行ったね。いいですね、フランス行きましたか。フランスの概要レースを生で見てきました、はい、が残念ながら小次郎さんが出たイモカ60クラスだけスタートが延期になったので、爆弾低気圧が迫っていて、リバーブルで待機。じゃあいっぱい話聞きましたね、逆に。まあそうですね、第で無事に完走しました、はい、おめでとうございます。
来た木村さんは再出航、はい、1年ぶりの再出航しました。世界一周中です。白石耕次郎さんの記録を塗り替えるかどうか、まあ、来年の、まあ、2024年のゴールデンウィークあたりに帰ってこられるであろうという大丈夫、どん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 、南東に南東にだって言ってます、はい、頑張ってください。二徳インカレ早稲田大学が総合4連覇をついに成し遂げました。すごいね、ずっと早稲田のことを話してる気がする去年から今年もっと早稲田のことを話すことになるのは、まあ、470級とスナイプ級どちらも早稲田大学が優勝したっていう完全優勝になったので、史上2校目4連覇が、そうです、ね、何でしたっけ、同志社大学が1980年代に4連覇しています。それからなかったんだ、ずっとなかった。で、早稲田は3回3連覇していて、3回目の3連覇で今回勝てばついに4連覇っていうタイミング、なるほど、多いよね、だから今の4年生はずっと勝ってると、1年生からそういうことだね、1位しか取ったことないんだ、はい、そんなことあんの。選手の1人が僕たちは負けを知らないと言ってました言ってみたい、なんかその負けを知らないっていうことが気の緩みにつながらないようにって話しましたよ、ね、モチベーションピーキングをね慢心しないと。そうです、素晴らしい、はい、早速で、あ、名刊、これ大好きな連載です。福岡に出張したので、はい、仙南学院高校にお邪魔してきました。ついついね、グッさんの地元が多くなるならざるを得ない、はい、周遊会に続き高校は2校目さっき聞きました。もう、まあね、詳しい方はご存知と思いますけど、オリンピアンも2人出てます、うん、モスクワの三船和真さんと北京オリンピックの上野太郎さんですね、はい、びっくりしたんですけど男女半々なんですよ。女の子すごい多いんですよ、ね、女性がそう思った写真見た時に女性多いなと思った、面白かったです。定食会弁定すげえ、これ欲しいんですよね、マジで。28は買えませんよ、高いから。24が欲しいんですけど、フローティング図書で見ました、見ました、びっくりしました。すごいよね、人高いだと。サンルームかなって思いました。サンルームだよ、中に入ると、はい、透明です。これちょっとこの写真だけは見せてほしいんですけど、あのキャビンの写真ね、ドーンってすごいですよ、空見えちゃうし、なんなら前も見えちゃうし、ね、すごいだから、ね、でもちろんシェードもあるし、あの隠すようにはできるけど、ロマトロさんもすごいでしょって、こんなヨットねって、うん、ブレイクレーサーって言い方してるんですけど、全然外表いけるって言ってましたよ、ね、かっこいい。西村さんも絶賛です、はい、モーターボートはでかい、ベネトグランツーリスモ45、すごいね。イタリアンっぽいなって思ったらデザイナーが、らしいですよ、イタリアの名デザイナーだと、ゲランジェロ・アンドレア・アーニさんですね。45、グランツーリスモってあれですね、車で言うと長距離を走る、長距離適性のある車ってことらしいですよ。 GT カーですね。じゃあこれもまさに、まさにそうでしょうね、このデカさで。海の GT カーってことですか。そういうことですよ、45フィートでどこまでも、はい、あやさんは、吉田拓郎さん、姉山さん担当ですけど、連載筆者の吉田拓郎さんの船、登録に行ってまいりました。これ宮川フィッシャリーナね、すごいんですよ、もう崖の下っていうか、もうマリーナもほとんど自然そのままみたいなね、いいところですよね、気持ちいい。そう、水も綺麗だし、ただね、出入口がめっちゃ難しいんですよ。これは、ね、浅いんですか。浅いのと岩だから、岩だらけ、岩みたいな、もうこの通り入んないといけないってことで、あやさんが入港と出港をやらせてもらいました。超怖かったと、はい、こんな感じでやっております。そして今月号は付録が大人気、付きます、はい、カレンダー、2024年のカレンダーは、うん、カリブ海の島々からということで、はい、カリブの島々の素敵な矢部さんの写真でお送りします。これが欲しくて1月号めっちゃ売れるんだよね、完売です完売です。なので1月号は売り切れ必至でございますので、お早めに買ってください。そしてプレゼントは、こちらになりますと、はい、という感じで頑張っております。1月号、
なんでこれを特集を組んだかというと、家事編集部人が足りておりませんぜひ、まあ、営業部も足りておりません、正直制作部も足りておりません、人を募集中です、はい、なのでぜひこれを読んで家事も検討の一つに入れてくださればと思います。いつでも見学を受け付けています。お願いします一緒に働こう